100円ショップの商品も海外に人気です。なんと20ドル2944円で売られてます。で高いものだとこちらはですね29万4126円で販売されてます。差額が約17万円もあります。驚愕です。こんにちは、元木です。今日はメルカリよりも数倍以上の値段で売れて儲かるある場所と厳選商品20選ということでお伝えしていきたいと思います。まずは結論からお伝えすると、その場所とは eBay です。でこの eBay 聞いたことがない方も多いかもしれないですが、アメリカの EC サイトで行ってみれば海外版のメルカリとかヤフオクをイメージしてもらえると分かりやすいと思います。でこれを聞いてアメリカかと思った方ですね、実は海外では日本の商品がメルカリよりも高値で取引されてるんです。少しでも興味がある方はぜひチェックしてみてください。で高値で売れてる理由は大きく4つあって、 eBay は世界中に 1.8 億人のユーザーがいて市場がめちゃめちゃ大きい。で eBay で販売している日本の方もまだまだ少ない。で円安、つまりは海外から見ると日本の商品が安い。で日本の商品は海外に人気ということで、同じ商品でもメルカリに出品するより eBay の方が高値で売れるということがたくさんあります。でそこで今日は実際どんなものが売れてるのか実例でご紹介していきたいと思います。で紹介する商品は eBay で販売された履歴があるのと、でメルカリで安く販売されていて、かつ家にある不要品など誰でも手に入れられそうなものを厳選して20個ピックアップしてみました。なのでただ eBay で出品されているだけではなくて、実際に海外のお客さんが購入した日本の商品を紹介していきたいと思います。あなたの身近にある意外なものが高値でこう取引されている可能性もありますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。というわけで早速行ってみましょう。まず最初はスイカカードです。こちら中古のカードで、さらに金額もチャージされてない状態で19ドル2797円で販売されてます。しかもすでに49枚販売されてます。メルカリだと1200円で販売されてますので、まあ、eBay の方が高値で販売されてます。で最近はようやく海外からの観光客が増えてきたので、まあ、IC カードの需要が高くなってきたのかもしれません。実際に海外の人がスイカカードをね使ってるのはよく見ますよね。で使ってないスイカカード家にある方も多いのではないでしょうか。もちろんパスモなども売れてますので、気になる方は eBay で調べてみてください。で続いてはね、100円ショップの商品も海外に人気です。でこのまとまる消しゴム、なんと20ドル2944円で売られてます。しかもこれもですね32個も販売されてますね。100円ショップなら100円で販売されてると思いますが、一応メルカリで見てみると300円で売られてました、まあ、それにしても消しゴムが eBay で3000円近くでね売れているっていうのはびっくりです。で他にも100円ショップの商品が売られてる可能性がありますので、ダイソーなどのキーワードで調べてみてもいいかもしれません。で続いてはこけしです。でおじいちゃんおばあちゃん家にあるイメージですよね。こちらも価格はピンキリですが、 eBay でかなり取引されています。で eBay では 211.7 ドル31164円で売られてます。で同じ21体セットがメルカリで6400円で販売されていた履歴を見つけました。でこれ eBay とメルカリで画像が同じですよね、まあ、これはね無在庫販売といって、 eBay に先に出品して売れたらメルカリから仕入れるという手法をされている方が販売したのだと思います。でこの方法だと在庫を持たなくていいので、在庫リスクを減らすってことはできます。ただ画像の無断使用は著作権的にグレーになりますので、まあ、注意してください。でこけしで検索すると他にもたくさん出てきますので、身近にあるという方は相場を調べてみてはいかがでしょうか。続いてはですね、黒生のボトルキャップです。でこちら 4.99 ドル735円、そこまで高くないのですが、送料で別途40ドルもらってるので実質6623円で取引されてます。しかも4つもね売れてます。でこちらはですね不要品すぎて、さすがにメルカリでも出品されてませんでした。で続いては新聞紙です。でこちらも完全に不要品ですが、 eBay では29ドル4269円で販売されてます。でメルカリでは 1.3 キロまとめで330円で販売されてましたので、まあ、eBay の方が高値で売れてるんですが、海外への送料は3000円くらいかかりますので、まあ、利益としては1000円くらいになりそうです。ただ新聞紙はどこでも無料で手に入れられそうなものなので、こういったものも、まあ、0円仕入れで海外に販売できそうです。で続いてはですね、漫画雑誌のジャンプです。日本のアニメは海外でも人気なのですが、日本語を読めなくてもジャンプは買ってくれたりします。でこちらのジャンプですが、30ドル4416円で売られてます。でメルカリでは300円で売られてましたので、 eBay ではまあ10倍以上の値段で購入されているということになります。でアニメのワンピースの人気は海外でも強いので、もしかしたらこの付録が欲しくて高値で買われているのかもしれません。
で続いてはですね、ファッション雑誌です。こちらの商品はすでに47冊も販売されてます。で24ドル3533円で販売されてます。でちなみにメルカリでは未読切り抜きなし、ほぼ新品の状態で700円で販売されてました。はい、ではどんどんね行きましょう。続いてはですね、車のカタログです。でこちら新型プリウスのカタログです。で日本車は海外にも人気なので、このような商品も売れます。でこちら20ドル2944円で販売されてます。こちら近所のトヨタに行けばタダでもらえそうなのですが、メルカリで300円なので、まあ、eBay で、まあ、約10倍以上で、まあ、売られているということになります。で他の車種もねあるかもしれないので、まあ、興味がある方はチェックしてみてください。で続いては空き缶になります。でビールの空き缶が22本セットで55ドル8097円で販売されています。でこちらメルカリではですね24本なのですが、まあ、1400円で販売されています。でビールが好きな方は家にも空き缶はたくさんあると思いますので、こちらももしかしたらタダでね入手できるかもしれません。で続いてね空き瓶です。で響き17年というウイスキーの空き瓶です。 60.79 ドル、まあ、8949円で販売されてます。でメルカリだとですね2500円ですので、こちらも3倍以上値段になってますね。ジャパニーズウイスキーは海外にすごく人気なので、他の銘柄の瓶もね売れてそうです。続いてディズニーのポップコーンバケットです。子供とディズニー行ったら購入してそのまま家に置いたままの方も多いのではないでしょうか。で eBay だと 40.99 ドル、6034円で売られていて、こちらの出品者はすでに60個以上も販売されてます。でメルカリだと1500円で販売されてますので、まあ、eBay だと3倍以上の、ね、値段がついてるみたいです。でディズニー以外にも USJ のバケットも売れてたりしますので、まあ、気になる方はこちらチェックしてみてください。で続いては着物です。まあ、実家のなどにね行けばもしかしたら着てない不要の着物があるかもしれません。実は着物もピンキリなんですけども eBay でかなり売れてます。で高いものだとこちらはですね1998ドル、294126円で販売されてます。こっちもね全く同じものがメルカリにありまして、こちらは118000円で販売されてました。差額が約17万円もあります。驚愕です。でしかもですね画像がこれ全く同じなので、 eBay で販売した方は無在庫で販売してそれぐらいの利益を取られているのだと思います。で続いてゲームソフトです。でゲーム関連の商品もたくさん売られているのですが、家にも昔遊んでたけど今はやってないゲームソフトなどある方も多いと思います。で例えば DS のポケモンのゲームだと eBay で 37.99 ドル、5593円で売られていて、さらにこちらの出品者さんはすでに50個以上も販売されてますね。メルカリだと1100円で販売されてますので、まあ、eBay だとこちらも数倍以上値段となってます。 eBay でゲームの市場はかなり大きいので、家に不要なゲームがあれば一度ね eBay で調べてみてはいかがでしょうか。で続いてソロバンです。ソロバンも昔やっていて家に置いたままの方もいるかもしれません。で eBay では 56.8 ドル、8362円で売られています。でこちらのソロバンですがメルカリだと1280円で販売されてました。こちらも eBay だとかなり高値で取引されてます。で続いてはですね、ブランドの紙袋になります。でブランド品を購入したら袋は家に置いたままという方も多いかもしれません。でその紙袋ですが eBay で 29.99 ドル、4415円で販売されてます。メルカリだと同じサイズのものが999円で売られてます。続いてはですねブランドの保存袋です。先ほどの紙袋も売れてるということは、このようなね保存袋も 39.99 ドル、5887円で売られています。こちらヴィトンの靴の袋なんですけども、同じものが1100円でメルカリで販売されてました。でこのような感じで売れた商品からまた関連で探していくとどんどん見つかっていきます。で続いてはね金槌です。で金槌もだいたいどこの家にもあって、まあ、使ってないものもねあるかもしれません。でこちら eBay で 131.66 ドル、約1万9000円で販売されてます。でメルカリだと同じものが5100円で販売されてましたので、まあ、差額はねなんと1万4000円になります。で続いては工具つながりということでのみになります。でこちらも実家などに眠ってそうな年季が入ったのみになるんですけども、 eBay だとセットで179ドル、約2万5000円で販売されてます。でこちらも同じ本数16本セットでメルカリだと9000円で売られてましたので、差額は1万6000円もありますよね。でこのようなね使い古しの日本の工具っていうのも売れてます。
続いてですね、使い古しのお弁当箱です。こちらね、新幹線の駅弁で売られている弁当ケースですね。で、元木もね、子供に寝られて買ったりしたことがあります。で、大抵ね、捨ててしまうと思うんですが、eBay で10ドルプラス送料20ドルの合計30ドル、4416円で売られてました。で、メルカリだと499円なのでかなり安いですよね。で、日本のキャラ弁というのは海外でも人気なので、まあ、関連した商品もね、調べたらもっとこう出てきそうです。で、続いて最後20個目は鯉のぼりになります。で、ここまでね、来ると本当に日本のものなら何でも売れるっていう感じなんですけども、 eBay で165ドル、約2万4000円で販売されてました。で、メルカリだと同じ商品が5499円で販売されていましたので、差額は1万7500円になります。で、こちらもね、画像が全く同じなので無在庫販売されていそうです。はい、ということで、メルカリよりも高く売れる日本の中古商品20選ということでお伝えさせていただきました。で、あなたの家にある意外な商品もあったのではないかなというふうに思います。で、今日紹介した商品以外にも eBay では日本のものがたくさん取引されてます。 eBay をやってみたいという方に向けて、 eBay の始め方、リサーチ方法、運営方法などをまとめた無料コンテンツ eBay オールインワンパッケージは YouTube 下の概要欄からダウンロードすることができます。で、メルカリよりも高く売りたい、海外のお客さんに日本のものを販売してみたい、興味を持った方は、ぜひね、チャレンジしてみてください。もしこの動画が参考になったという方は、高評価とね、チャンネル登録、そしてコメントの方もいただけるとすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。